テレビ瀬戸内、テレビ、瀬戸内株式会社、TV 瀬戸内ブロードキャスチング CO、LTED 略称、TSC は、岡山県と香川県を放送対象地域とする、テレビジョン放送の特定地上機関放送事業者、中国、四国地方、そして五大都市圏以外では、唯一のテレビ東京、TXN 系列局である。コールサインは、 ジョフ DTV、岡山 18CH、リモコンキー ID は、キー局のテレビ東京と同じ、7。キャッチフレーズは、なんか好きじゃは TSC、2017年1月から、使用。三大都市圏以外に、初めて開局したテレビ、東京系列教区。主要株主は、開局当初筆頭株主が中鉄バス。2位が、日本経済新聞社。3位が、 山陽新聞社だったが、1999年、平成11年12月20日に中鉄バスが自社保有株をすべて山陽新聞社に売却したため、現在は筆頭株主が山陽新聞社、2位が日本経済新聞社となっている。山陽新聞グループと日経グループに属する放送局である。ただし、テレビ、東京ホールディングスの完全子会社であるテレビ、 東京ともに日本経済新聞社の連結対象外である。また、テレビ東京が本社を六本木グランドタワーに移転する2016年11月、以前は TXN 系列局で唯一日系のビルに入居していないつぼねでもあった。過去には、岡山日日新聞、岡山放送の設立母体もわずかながら、株式を保有し、役員も派遣していた。 岡山県や香川県のテレビ局で唯一、社名に、テレビが入っているつぼねであり、また社名に、放送が入らないつぼねでもある。ただし、英文社名には、放送を意味する、ブロードキャスティングが入る。昭和年号で最後に開局した民放テレビ局であり、これ以降に開局した民放テレビ局は、平成新局である。筆頭株主である。 山陽新聞からニュース配信や報道番組の制作協力、報道記者の出向を受け入れている関係で、同じ山陽新聞社が主要株主で同社からニュース配信を受けている山陽放送よりも山陽聞き色が濃く、ローカルニュースでは協力山陽新聞社のクレジットを入れて放送、きっと株主になって、以降の社長は同社の出身者が務めている。また、 山陽新聞グループの一員として、新聞、テレビのメディアミックス展開も行っている。逆に、TBS 系列の山陽放送は、山陽新聞社出身の社長から、同社配のキの社長に交代するなど、以前より、山陽新聞の影響が薄れてきている。テレビ、東京系列は同局を含めても6局と少ない、ために、鳥取県西部地震や高知空港での全日空機、 緊急動態着陸など重大事件や災害が岡山、香川の周辺県発生した場合、取材を担当することがある。1989年、平成元年4月より、地方ローカル局としては、異例の自社制作アニメの TXN 系列での全国ネット放送を開始する2009年、平成21年4月以降も放送中。なお、岡山、 香川両県の民放テレビ局で全国ネットのテレビアニメ制作に着手したのも、現在も東名阪地区以外の民放テレビ局で30分のレギュラーアニメ番組を制作しているのも TSC のみである。2004年平成16年4月に会社ロゴを一新し、2006年平成18年に開始される地上デジタル放送のリモコンキー ID が7となることから、 イメージキャラクターのナナちゃんが登場した。TXN 加盟局では、視聴可能世帯が一番少ない。このほか、中国、上海に駐在員を派遣している。岡山、香川の民放テレビ局5局のうち、テレビ瀬戸内が唯一広島市内に、事業所、広島支社を持っていない。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。 1979年、昭和54年4月1日に、岡山、香川両県の民放テレビ放送の相互乗り入れが実現した頃と前後して、岡山県と同程度の経済規模だった熊本県と鹿児島県にて、第3のテレビ局が次々と設立されるのに対し、岡山県内でも、当県にも第3の民放テレビ局を開局させたいという機運が高まった。すでに、 岡山本社の山陽放送、RSK、岡山放送、OK、高松本社の西日本放送、RNC、瀬戸内海放送、KSB の合計4局が視聴できたことから、話し合いや調整の結果、両県としては5番目となる本局が開局する運びとなり、思わぬ形で民放テレビの5大ネットワークを完成させることになった。岡山の老保地元市。 山陽新聞は山陽放送の筆頭株主の岡山県に次ぐ第2位の株主で同社にニュース配信を実施するなどの連携があったが当局会局までは関連のテレビ局を持っていなかった CH 番号の頭に V がついている中継局は垂直変化2011年平成23年7月24日停波時点 CH 番号の頭に V がついている中継局は垂直変化。地上波デジタル放送に完全移行した今なお、岡山、香川両県内に中継局が整備されていない地域が多く残されている。他の4局も、ほぼ同様の問題を抱えたままである。似たような問題を抱えていたテレビ北海道、TVQ 九州放送の2局は、地デジ化の推進に伴う支援策もあって、 放送対象地域における中継局整備をほぼ終えているのとは対照的である。ただ、岡山、香川両県のすべてのケーブルテレビ局で再放送されていることから、直接受信できない地域でもケーブルテレビに加入すれば視聴することは可能である。新聞各紙の局名表記は1985年。 昭和60年10月1日の開局当日から2009年平成21年3月31日までテレビ瀬戸内として表記されていたが2009年平成21年4月1日からほとんどの新聞が TSC テレビ瀬戸内の表記に変更された。親会社で岡山県の地元市山陽新聞は NHK 総合 E テレ山陽放送 OK テレビの次の左から5番目にテレビ瀬戸内の番組表を掲載している。その次に西日本放送、瀬戸内海放送と香川側に本社を置く民放2局を掲載している。広島版は NHK と地元民放4局の次に掲載している。また、香川県の地元市、四国新聞では NHK 総合、E テレ、地元民放の西日本放送、 瀬戸内海放送、岡山側に本社を置く民放の採用放送、OK テレビの次の左から7番目に、同局の番組表を掲載していい。朝日新聞や、読売新聞などの全国紙は、岡山、香川版とも左から7番目に掲載されている。産経新聞の場合、本社所在地で販売される、岡山版では、ハーフサイズで掲載されているのに対し、香川版では、 フルサイズで掲載という、同一エリア内で、掲載の扱いが異なる地域があった。ただし、地で時間前以降後の現在は、産経新聞の岡山版も、フルサイズで掲載。広島県で発行する中国新聞の岡山県版も岡山、香川の民放は、フルサイズで掲載しているが、テレビ、瀬戸内のみ、在庫局と同様、ハーフサイズでの掲載となっている。また、 広島県版、広島市を中心とした県西部でも、衛星、ラジオ面、広域ワイドにて、ハーフサイズで掲載されている、岡山、香川の民放で、唯一の掲載。中国新聞、ビンゴ、福山市を中心とした県東部では、広域ワイドに、岡山、香川の他の民放と共にハーフサイズで掲載されている、なお2009年、平成21年4月15日の長官より、 テレビ欄の表記が瀬戸内から略称を含めた TSC テレビ瀬戸内へと変更されたほか同じく中国新聞ビンゴ本社が発行し福山地区を中心に配布しているフリーペーパー旧ビンゴの週刊組表には NHK や広島県内の民放と同じ扱いでテレビ瀬戸内も掲載されているまた朝日新聞と日本経済新聞は広島県版も フルサイズで同局の番組表を掲載している。毎日新聞の鳥取、島根、高知の各県版の第2テレビ欄はいずれも CATV で受信できることから瀬戸内海放送と共にハーフサイズで掲載している。毎日新聞は岡山、香川の民放はこの2局のみの掲載。日本海新聞は日本海ケーブルネットワークを通じて再送信されている関係で、 岡山、香川の民放で唯一掲載している。また、山陰中央新報も岡山、香川の民放では唯一の掲載になっている。愛媛新聞の東予地方版でも山陽放送、瀬戸内海放送、西日本放送とともにハーフサイズで掲載している。オケイテレビのみ、広島県の民放局と同じく第二テレビ欄に掲載。さらに、 兵庫県南西部でも受信できる関係で、読売新聞、神戸新聞などの第二テレビ欄にも、詳細図で掲載されている。なお、徳島県で発行されている地方新聞である、徳島新聞では、県内で受信できる地域は、三好市を中心に多いものの、市面の都合上テレビ欄には、番組表は、西日本放送と共に記載されていない、アナの放送時代は掲載されていた。 RNC と異なり TSC はアナログ放送時代から掲載されていない。そのため徳島県内では受信環境の整ったテレビから三好市では CATV から配信されている番組情報番組表を取得する必要がある。以下のケーブルテレビで区域外再放送をしている。太字はパススルー方式、底上げナイトワーク除く丸印の番組は テレビ東京ケータ全国ネット放送。いずれのスタジオもハイビジョン対応である。基本的には第1スタジオが情報番組中心の運用、第2スタジオが報道番組中心の運用となっている。また第2スタジオはスタジオの背景がブルーバックとなっていて番組ごとに背景を黒マキー合成するバーチャルスタジオとなっている。 一部の番組は、山陽新聞社本社ビル、構想棟20階の談話室で収録されることがある。曲穴、契約穴、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。